ピア K-POP 留学生のユミです。さて、今回は皆さんにぴったりの韓国留学をサポートするアコピアについてご紹介します。アコピアはアジア希望キャンプ機構が運営する韓国ソウル本部にある学校です。楽しいプログラムも満載なので、留学を考えている方はぜひチェックしてくださいね。ここは今若者に人気のヨンナムドンです。可愛くておしゃれなカフェやレストランが密集しているんですけど、夜には地元のカップルや観光客で人が集まるホットプレイスです。熊本との親交も深く、くまモングッズもたくさん置いてあります。では90日以内の短期留学から90日以上の長期留学まで、ご希望に沿った期間での留学が可能です。その他 K-POP コース、一般予備校コースというアコピア独自のプログラムもあり、韓国語はもちろん、ダンスや歌のレッスンも受けられて、オーディションサポートもしてくれるという内容です。アコピア K-POP キャンプとは、人気ダンススタジオや芸能高校への訪問、ロッテワールド、事務所ツアーなど様々な内容で実施中です。
能事務所を招待する合同オーディションにも参加できます。中学生以上で K-POP が好きな方なら誰でも参加可能。同世代の参加者と一緒に行動するので一人でも安心して参加できます。観光しながら韓国語の授業やダンス、ボーカルのレッスンを受けられるプログラムです。 K-POP に特化した韓国ツアーはアコピアだけなので、韓国に興味ある人や留学を考えている方はぜひ参加してくださいね。ドリームチームは練習生になるためのスペシャルトレーニングプログラムです。韓国の練習生と同じようなスケジュールでダンスやボーカルのレッスンを受けながら、韓国語の授業はもちろん韓国でのステージにも出演します。ドリームチーム1期生はホンデでのストリートパフォーマンスにも挑戦しました。たくさんの人が集まってくれて嬉しかったな。さらにその期間内にやっているオーディションにも参加することができます。韓国で芸能界を目指している子にとってはとっておきのプログラムです。ぜひ一度はコピーやホームページなどで詳細を見てくださいね。私も本場韓国でオーディションやレッスンを受けて充実した日々を過ごしています。憧れのダンススタジオや韓国でしか受けられないオーディションに行けるのは本当に留学できてよかったなと思います。皆さんもぜひ一度韓国に遊びに来てください。それではヨロブン、アンニョン。